ねえ、家どう？今度天気が良かったら私と一緒に電車に乗りに行きましょう。ねえ、君行こう。今そういうところじゃないんだ。僕はね、心の中が寂しい気持ちいっぱいなんだ。あら、どうかしたのかしら。今年の2月、日比谷線に乗りに行った時に、君は気づいてるの？と思うんだけど、そうよね。日比谷線にもファッションミラキーが導入したってことかしら。そうだよ。そのせいで、僕の心の中に、英断ブザーが聞けないなるほど、寂しい気持ちいっぱいなんだ。僕にとってはね、発信メロディーを制作してくれたスイッチっていう会社が憎いと思うんだ。あら、そうね。なんだか演奏ブースどこの駅行っても聞けないなんて、なんか寂しいわ。そうだよね。だから僕はそういう寂しい思いをしてくれたこのスイッチで返しにくいんだ。日比谷線が英断ブザーのままでいい。で、現状維持してくれたら僕は何にも言わないし、寂しい気持ちなんてそんなの感じないか、なかったんだから。発車メロディーを制作してくれたスイッチが憎いの。そうよね。それで英断ブザーに戻してほしいってことなの？そうでしょ。そうだよ。もう早いうちに東京メトロの各路線に英断ブザーを戻してほしいな。今年中にだ。いえ、どうも、それを言うなら東京メトロに行っただろ。英断ブザーに戻せって。確かに僕は本当に東京メトロにそう言いたいんだけど、どうしたらいいんだか分からないんだよ。本当にあのスイッチはもう、本当にうんざりするやつ。あんなやつはブザーキラーってやつだ。何それ。英断ブザーを聞けなくさせてくれた。まるで人を殺したように見える。そんなやつだよ。人殺しってことね。まるで大事な人を殺したい。大事な人に悲しい思いをさせてことね。そうだよ。まるで英断ブザーを人を殺したように聞けなくさせるなんて。スイッチという会社のブザーキラーってやつだよ。ねえ、誰発車メロディーを作ったの？ネットで調べたらいいじゃないのよ。私は知らないわ、誰がその発車メロディーを作った。その発車メロディーを作ったやつに本当に恨んでやるか。あんなやつにはブザーの敵を打ってやりたいところだ。いえど、キミコさんと二人で何ブツブツ話してんだ。もしかして結婚のこと考えてるのか。
ういうことじゃない。あのね、東京メトロは昔エーダンブザーというあの独特なブザーを使っているのが分かるでしょ。ああそうだな、あの地下鉄は発車の時いつもブザーを鳴らしてるってことだろ。それが発車合図の知らせってことだろ。そうだよ。だけどそのスイッチっていう会社がブザーを聞けなくするよね。発車緑導入したんだ、あのスイッチっていう会社が。スイッチってどっちがスイッチ、あの任天堂が開発したあのゲーム機のスイッチか、そっちのスイッチじゃない。発車緑を制作してくれたあのスイッチっていう会社だよ。ああそっちか、発車緑を制作してくれたスイッチという会社のことなんだ。そうだよ、あんなやつはブザー嫌いだ。ブザー聞けなくするために発車緑を開発し、それを各駅に導入してブザーを聞けなくしてくれたの。そのせいで僕は心の中で寂しい思いでいっぱいになってきた。地下鉄に乗っても二度とブザーを聞くことないなって本当に大事で人を死なせて、で人々に悲しい思いをさせたり寂しい思いにさせるんだって。スイッチって会社は本当にブザー機だってやつだよ。本当に許せないんだあんなやつは。あそういうことか。まあ人殺しならずブザー殺しってやつか。そのスイッチっていう会社に何がしたいんだ。復讐がしたいのか。まあ何を言う。スイッチにはブザーを聞けなくさせてくれて、その仇だ。あんな実話には仇を打ってやりたいところだ。もう今度からは東京メトロの一部の乗せの駅を除いてどこの駅へ行ってもいつでもブザーが聞けるようにブザーに戻してほしいんだ。そしたら僕の心の中は寂しい気持ちがなくなってくるんだ。スイッチにはもう二度と発車メロディーを作ってそれを各駅に投入させてほしくないんだ。いや言えど何話してるんだ。なんか今度東京行くという話でもしてるのか。俺まだ行ってないんだ。誘ってくれないか。ハーブル今そういうところじゃないんだよ。僕はねスイッチという発車緑を作ってくれた会社がとても憎いんだ。その会社がどうかしたんだ。その会社がね東京メトロの各駅でよく聞くエーダーブザーという発車合図のためのブザーが聞けなくさせたことなんだ。
ああ、そうか。確かに、東京メトロの駅で、発車の時、ブザーが流れてるのに聞いたことあるな。もしかして、発車メロディーを導入して、ブザーを二度と聞けなくさせたことに、そのスイッチっていう会社を恨んでるんだな。そうなんだ。だけど、僕はあのスイッチという会社にはブーザーの敵を討ってやりたいんだ。だからスイッチという会社はそんなやつらはもう、ミュージシャンでも何でもない、ブザー嫌いだ。まるで人を殺しているようにブザーを聞けなくさせたり、人々にさし、さみ、寂しい思いさせてくれたの。そういうやつは最低な人間だ。で、そんなやつらに、ね、復讐しようって思ってるのか？で、何がしたいんだ、そのスイッチという会社。復讐していたらやってみろよ。敵を討ってやりたいなら、どうやって敵を討つんだ。まあ、それは後で考えるよ。スイッチにはこう言いたいよ。いや、スイッチじゃなくて東京メトロ。ブザーが聞けない時代なんて、そんな時代はもう二度と歩みたくない。これからは、どこの駅行っても、いつでも英断ブザーが聞けるように、発車メロディーをやめて、ブザーに戻せ。そうしないと、人々が寂しい思いっていっぱいで。僕は、ブザーがないと生きていけないんだ。ブザーが聞けない時代なんて、そんな時代はもう二度と歩みたくないんだ。ブザーに戻せ。スイッチという会社に敵を討つじゃなかったのか？そうだよ。ハッシュビルディを制作してくれたその会社に敵を討ってやればいいじゃないか。そうだろ？分かってるよ。もうスイッチにはもう、エイドブザーの敵を討ってやりたいところで、見てたスイッチ目。もう寂しい思いを回収するために、東京メトロの一部の路線の駅を除いて、エイドブザーに戻してやりたいんだ。そして、これからはどこの駅行っても、エイダーブザーが聞ける時代に戻してやりたいんだ。待ってる。